ば背中触っていきますね。背中触ってここ、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 あとここはここ、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 ここが硬くなってます。でどんな感じかって言ったら冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね。で今からそれを生肉に戻していくのがとても痛いです。でその前にね骨盤とかもずれ取っていきますから、でこっち側を下にしてこうなって休みましょう。こうしてもらって、はい、腕変わりますよ。はい、腕変わります。よいしょ。これでぐーっとひねってもらって、もう力抜いてもらって。よいしょ。これがね、ずれたら、バキバキっていうパイロプラクティックってやつなんですね。今度反対側向きましょう。はい、腕変わります。よいしょ。これでぐーっとひねってもらって。そうそうそう。めちゃめちゃずれてたね。で、足を下ろして、こっち側座ってください。で、ここでね、こうやってね、腕組んでもらっていいですか。で、丸くなってもらって、そのままショット。よいしょ、よいしょ。いい音鳴ったね。はい、では、うつ伏せになって休みましょう。今のは背中がずれてたっていうことなんですね。で、背中のずれで今とプラッシュもらったら、ほら、なんかちょっと柔らかくなったくないですか。なってる。というのは、骨がずれてたからなんですね。はい、今からが本番、この背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくるので、はい、足からしっかり緩めていきますから、はい、今からが本番頑張ってください。はい、で、よいしょ、はい、頭をお借りしますね。ドンと置いてください。はい、で首今見させてもらうとね、こことここめっちゃ痛いですよね。はい、ここも痛いんだけども、はい、どんな感じになってるかって言ったら、はい、首の骨があるんですけど、模型があるんですけど、ここを触らさせてもらったんですね。これがね、こうこう傾いてきてるんですよ。なので、この辺からこの首が痛くなったりとかするよっていうのが原因かもしれませんが、あと背中がまあめちゃめちゃ硬かったので、そっちが原因かもしれません。まあでもこれをね取っていってあげる方がもっと楽になるので、それバキバキすると20年に1人だけまあ痛みが出てしまう人もいれば、バキバキせずに抑えて取っていく方法もあります。どっちがいいですか？バキバキしない方で。はい、わかりました。大丈夫です。はい、頭をドンと置いてください。はい。この辺は好みなんですよね。こうやってゆっくり押さえていきますね。はい。これだったらそんなに痛くないでしょ。あんまり痛くないです。その辺がちょっとやばいですね。いつも痛くなるよね。はい。これがね、骨がね、ちょっとずれてきてる状態なんですよ。はい。なんかね、いつも重たいカバンを左でしか持てなくて、それもあるんですかね。あんまりね、片方ばっかりで持たない方がいいんだけどね。今だったらリュックとかね。はい、あ、そっちの方がいいですか。まだマシですね。でも電車の中で前掛けにしなきゃいけなかったりとか最近しますからね。そうですね。はい、電車通勤ですか。そうです。だったらまあ難しいとこだよね。はい。本当は左右両方で持ってあげる方がいいんだけどね。なんか右で持てなくて、はい、左ばっかりで。右側がまあガチガチだったので。はい、そうするとほら今首触るとほら痛くないの。あ、そうですね。痛くなってきてますね。はい、もうちょっとだけこっち側がある。首悪かったよ。いやもうほんまにやばくて首。はい。そういうところは今これでだいぶマシになった。そうですね。ちょっとここだけしつこい。1回でのこの辺が限界ですか、はい、ほとんども取れてくれてますのでちょっとだけ気になるんだけども、はい、これでいかがでしょうか、はい、以上でございます。ありがとうございました。痛かったですね。はい。